皆さんこんにちは。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はセダムについてのお話をしたいと思って、自宅にあるセダムをここに集めてきました。まずはセダムの特徴についてお話ししたいと思います。そしてセダムの種類もこちらにあるものでご紹介したいと思います。そして最後に、もう見てわかると思うんですけど、これは仕立て直してあげなければいけないなというセダムがおりますので、そちらを仕立て直ししてあげたいと思います。それでは最後までご覧ください。どうぞ。セダムの特徴なんですが3つあります。1つは強くてとても育てやすいということです。2つ目は増やしやすいというのが特徴だと思います。3つ目はグラウンドカバーにできるセダムがあるということで、まず1つ目の特徴についてなんですけど、とにかく強くて育てやすいんですね。こちらにあるセダムは一度も私は枯らしたことがありません。さらにここにある虹の玉という種類なんですが、これが増えすぎてしまって、挿し木を新しい鉢にしようという気がなくなってしまった私はですね、実はこんな感じで植え付けています。わかりますかね。ポトスと一緒に植えたんですね。そしたらちゃんと育ってくれてます。これはちょっとした出来心でやったことなんですけど、まあ、ポトスも強いし虹の玉も強いからきっと大丈夫だろうと思ってちょんと刺しておいたら、こんな風にしっかりと育っています。確かにポトスの影になってしまうので、かなり徒長気味に育ってしまったんですけれども、どんな状況でもですね、しっかり育つっていうのがセダムの一つの特徴かなというふうに思います。こういう育て方はおすすめしませんが、これぐらいのこともできてしまうというポトスと虹の玉の寄せ植えということで許していただければなと思います。そして2番目の特徴の増やしやすいということなんですが、虹の玉を使って説明したいと思うんですけど、私が最初購入した虹の玉っていうのはこの4つの苗があったんですね。今葉挿しでこれが増えて、挿し木でこれが増えて、もう一つ先ほどご紹介したポトスと一緒に植えてある挿し木で増えているという状態になっています。これを鉢の中に土を入れて、その上に本当に葉挿しとして虹の玉の葉っぱを置いてあるだけです。もちろんね、うまく日が当たらなくて腐ってしまっているものもあるんですけれども、1ヶ月ぐらいでこれぐらい育ってしまいました。そして今日仕立て直しをしたいと思っている乙女心なんですが、放っておいたらですね、こんな感じになっております。いろいろ枝分かれ、あっちこっち枝分かれしていて、非常にたくさん挿し木ができる状態になっております。これは多分今年の2月ぐらいに購入した乙女心なんですけども、本当にその後手入れをしていなくって、ほったらかしにしていたらこんな感じでですね、とにかくもうあちこちに枝がついていて、挿し木し放題という状況になっております。ちょっと乙女心は葉挿しの成功率が低いと思うので、まあ、挿し木がおすすめかなと思いますが、これだけ成長してくれればもう挿し木し放題かなという感じがします。木立製のセダムだけじゃなくて、こちらはほふく製の地を張っていくような感じのセダムになるんですが、こちらのゴールデンカーペットもとっても増やしやすいセダムになっています。これはですね、先をちょいちょいちょいと切っていって土の上にばらまいていくだけで、今の時期6月っていうのは増えていってくれますね。こちらのビアポップは頭をちょん切って挿し木をしたりとか葉挿しにしたりとかすることによって増えることができます。あとはこちらサンライズマムですね。見た目がね、全然さっきのものと紹介したものと違いますよね。こちらは名月になるんですけど、これも小ぶいて、すでに小ぶいているので、これを分けてあげればしっかり育ってくれるかなと思います。こちらの2つもまだ購入して1ヶ月ぐらいしか経ってないんですよね。で、購入した時にはまだ小株はついてなかったような気がするので、かなり早く育って小株をつけてくれるような気がします。ということで、全てのセダムの種類もついでにご紹介させていただきました。特徴の3つ目なんですが、セダムはグラウンドカバーとしても使えます。グラウンドカバーというのは、お庭があるお家なんかはお庭のグラウンドをカバーしてあげるという意味になります。先ほど紹介した中でも、こちらのゴールデンカーペットなんかはグラウンドカバーにとっても向いています。
この先をちょんちょんと切ってあげて、ポイポイポイと巻いておくと、地面をしっかりと覆って、綺麗な緑に見せてくれるというものになります。私の自宅は残念ながらお庭がなくて、マンション暮らしなので、グラウンドカバーという使い方はできませんが、多肉植物の寄せ植えなんかにも、こちらのゴールデンカーペットはとっても向いていると思います。それでは、この伸び放題の乙女心を仕立て直していきたいと思います。ここに大きな穴開いているので、地底ネットを引いておきます。軽石の中粒を入れておきます。普通の野菜や花用の培養土と鹿沼土を混ぜておきました。3対1ぐらいかなの割合で混ぜております。乙女心をカットしないといけないですね。こちらの乙女心、本当にすごくよく成長してくれたんですけど、この人をまず抜いていきたいと思います。お、根っこはね、下まで来てますね。先にカットすればよかったかな。ちょっとカットしていきたいので、一回ちょっと戻そう。これをこのまま挿し木にする感じにしたいので、これぐらいのものをたくさんカットしていきます。黄色くなってしまったものは、もう葉挿しにもできないかなと思いますので、この子はごめんなさい、捨てます。なんか本当にすごいね。これも挿し木にしていきます。こんなちっちゃくても多分大丈夫だと思います。本当はこれぐらいが理想的かなと思います。こんな感じのものが理想的かなと思います。苗は8個苗ができたので、これを植えていきたいと思います。セダムの特徴として増やしやすいとはお伝えしたんですけど、乙女心の葉挿しはあんまりうまくいかない印象があるので、残った葉っぱは捨てたいなと思ってます。じゃあここに土を入れていきます。で、途中でオルトランも入れておきます。こちらの挿し穂苗は一度乾かした方がいいかなとは思いますが、まあ、セダム強いので大丈夫かなと思います。乾かさずに今回はそのまま植えてしまいたいと思います。こんな感じになりました。今回は挿し穂苗を乾燥させなかったので、 4,5 日ぐらい様子を見てお水をあげようかなと思います。それまでは日陰で管理していきたいと思います。今日はセダムのご紹介と乙女心の仕立て直しをしました。私は植物が大好きで、植物に関する動画や植物に関わるインテリアの動画をアップしております。もし気に入っていただければ、高評価やチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。